Hello. It's time for Japan Outpost. I'm Yuka House. Today, I'm visiting this place. In fact, I'm visiting here for the second time. So, why am I here? Please join me. の種類で大体用途ね、話しました。今度は桶さんの材料、布がどういう布がいいかってことね。そう。それから色の問題。You should be using the color of the kesa. それから寸法、サイズ。And the size of the kesa. この大切ですから。桶さんを作る時の材料、布は、まず模様がないこと。刺繍やら、派手な模様がないこと、ね。So important thing for the choice of the fabric is 金蘭、銀蘭みたいなもの、ね。It has to be plain, no pattern, no embroidery. It's not like a silk brocade, no gorgeous fabric. 同じ色でなければいけない。It has to be plain. 基本的にね。それから、座禅堂へ入って光らないこと、ピカピカして他の人の目の触りになる。それから滑らない、座禅したときに私のも落ちやすい、ね、一つありますね。絹は滑りやすいから、木綿、麻がいいですね。So, cotton or linen would be better. ヨーロッパの人は大体木綿の黒を買ってるから、あんまり問題ないです。Most European people seem to buy black cotton, so there won't be any problem. 日本の真似して絹やらね。そういうのを真似しない方がいい。日本の絹のね。So you should imitate the Japanese practice of using a silk. こうかけて、普通はこういうかけ方ですね。That's how you wear. かけて、このぐらい、こっから衣が今あるから、このぐらいの高さがちょうどいい。The length, this would be the right length. Not too long, not too short. そしてね、絹だからちょっと滑りやすいんですよ。This one is a silk, so it's a bit slippery. 木綿の方がいいんです、麻とかね。He says cotton linen is better. 座禅しますね。So he's gonna... Yeah, okay. いい、大丈夫だ。あんたはそこにいてください。He says he's gonna do 座禅now. よし、あ、株じゃない。こんなもん気に入っちゃった。そうです。左の膝からね、こう体を折りますね。From the left knee, you wrap yourself. そして右から、こう。From right. あ、no, not right ですよ。それ先生、左ですよ。左です、はい。左ね。ここをこう折って、これがちょうどここへ隠れてる。全身が隠れるのがこの横のサイズ。So the size has to be like that. 横のサイズ。はい。そうだからって、今朝マニアにならないように。上手に縫うんではなくて、いや上手に縫ってもいいんだけど、フランスの人、あ、ここはイギリスか、まあ、イギリス、フランスの人は特にね、フランス刺繍の伝統があるもんだから、これはきれいに揃えて縫う癖がある。フランスの人はどうしてもね、針目揃えてきれいに縫う癖がある。So you don't have to be obsessed with how tidy your stitches are. イングランド心配ありません。He says,No worry for that in England. ガイナーというのは美術工芸品を作るんではなくて、I see. So it's not. He's saying you're not trying to make a work of art. 私のこの存在を作った弟子、長江上信さんという人はね、一針ずつ線香を立ててね、体を清めて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、仏様を念じながら縫ってます。ああ、なんか驚きですね。座禅って日本でも、まあそんなにする人いないじゃないですか。実は少ないです。少ないですね。それがヨーロッパで、その座禅をするグループがもうすでにたくさんあった。もう30年ぐらい前から、ね、30年ぐらい前から。人が弟子丸さん、沢木耕道の在家の弟子だった人がね、ええ、沢木を死んでから盆さんの資格取って座禅をヨーロッパに伝えに行ったんだな。ああ、そうだったんですか。それが始まりです。ああ、そうだったんですか。じゃあ、弟子丸さんっていう人が、うん、そもそも初めてヨーロッパに座禅を伝えに来たと、うん、そう。で、ああ、そうだ、30年前って。30年か30年ぐらい前でしょうね。私も弟子丸さんのことは、要は沢木同士のね、うん、東京で
沢表紙の座禅会に行った人なんですが、老子が引退して京都の安泰寺へこう引退で住むようになったら、よう見舞いに来られましてね、老子の見舞いすると下で一緒にね、たくあん丸かじりしながら一生懸命酒組み交わして、ヨーロッパに前後ね、世界中に前後広めてないたいなって会話したりしてたもんです。ああ、そうなんですか。その、それで座禅をとにかく世界に広めたいということで、まあそういう気持ちは私村さんと私ともあったんですけど、途中でちょっと行き違いがあってね、縁が切れてたんですけど。ああ、そうですか。で、弟子村さん死んだ後、弟子たちがね、その弟子村さん師匠もいなくなって寂しくなって、道をどう行っていいか分からなくなって、いろいろな試行錯誤が始まった時に、それとは関係なく私がスウェーデンに呼ばれたもんですから、なら沢木浪士の弟子がいたんだっていうね。普通の弟子は一世代30年ですから、もう死んでるんですよね、大きくて。私は60年師匠と言うといい、2デレジェネレーション飛んでますから、生き残ってるんですね。なるほど。そんなような感じで、弟子丸老師が沢木老師、沢木老師っていう沢木老師からね、学んだことやら、こういった、ああいったっていっぱい話してたもんですから、ヨーロッパで座禅するグループは、もう沢木行動っていうのは伝説になるけど、そうなんですか。よく聞いてるんですよ。日本人って沢木行動なんて知らないですよね。まあ今の若い人は、私全然知らないですけど、はい、誰なんですか。古い人は、曹洞宗ですかって言ったって、一応曹洞宗にしかない。曹洞宗のシステムは全然相手にしないで、本当の座禅する人にね、生涯座禅とお袈裟だけを呼ばれるとこ行って説いて、日本中指導して歩いて、人が沢木行動って。ああ、そうなんですか。お寺持たずにね。ああ、そうなんですか。自分を持ちたくないものが3つあるって言ってね、寺と持ちたくない、女房を持ちたくない、金も持ちたくないって言ってね。で、本当の座禅の指導があれ、一人でも座禅したいって人がそこ行ってね、お寺であろうが学生の下宿であろうが公民館であるがね、そこ行って、非常に人格的魅力の大きかった人ですから、ね、人格的魅力で集まる人が今度沢木行動ってね、非常にまあヤクザの親分、ボスになる能力だった人ですけど、自分が親分で子分にはしないで、全部道元禅の信者にしね、座禅の信者にしちゃったんですよ。法を大事にしたから。それでですね、ヨーロッパでは今どのぐらいその座禅っていうのはその人気があるっていうか。いや、私分かりません。そうですか。呼ばれたとこだけ行ってますから。どのぐらいしょっちゅういらっしゃるんですか。まあ10年のうち7年か8年来てんじゃないんだ。ああ、そうですか。2年ぐらい来ない時があると、ああそうですか、向こうのフィリップが来たりね、去年はこのお袈裟の人が来たり。じゃあもうほとんど毎年でした、ね、ヨーロッパのどちらかには行ってらっしゃるっていう。まあ2週間か3週間ね。ああ、そうなんですか。1箇所っていうんじゃなくて、来たらついでだから2、3箇所。それでどうですか、ヨーロッパに来て講演をなさる時に、まあ、お袈裟のことを教えられたりとか、なさるわけですよね、はい、座禅のことを教えられたりとか。今回はお袈裟だけ特化してやってるんですけど、はい、どう思われますか、そのヨーロッパの人たちの態度というか、はい、座禅をする態度とか、座禅を学びたいという態度というか、例えば日本と比べるとどう思われます。日本と比べるとやっぱりヨーロッパ文化の行き詰まりから必死に求めてますからね。それが痛切に感じます。へえ、だから真剣です皆さん。日本の場合はもう葬式法事でね、習慣性の中でもあぐらかいてますからね。なんか求める人少ないです。じゃあヨーロッパの人の方がもっと真剣だ。真剣にはありますね。そうなんですか。自分が知らないってことを知ってるからね、真剣に求めます。そうなんですか。フランスはちょっと違った雰囲気ありますよね。そうですか。ヨーロッパ文明の方が上だっていうね。そうですか。文明の正式がね、時々引っかかることがあります。そうですか。じゃあヨーロッパの、じゃあフランスの人は一応私たちの方が上だけれども、これも勉強していこうと、学ぼうと。面白いですね。読んどいてね、先生から学ぶっていうのね、教えろっていう人もいます。さすがに学ぶ人もいます。さすがにやっぱパリは文化優越してる。そこまでね。なるほど、面白いですね。私はね、座禅したければね、犬でも猫でもね、人種とも国籍も年齢も関係なく呼ばれたところで私の信じる座禅を教えるだけですからないけどね。どうもその文化優越式の、ね、エゴが強いですね。面白いね。わかりました。文化エゴですね。イギリスはどうですか。イギリスの人は素直ですね。そうですか。特にここの道場はよそ知らないんです。特にマンチェスター道場は。はい、そうなんです。で、こっから招待されてね、ええ、明日行きますけど、中国チャイナタウンね、チャイナタウンに行かれる。あそこで
この前行った時もあそこでね、座禅、ちょっと会いたいって言うんで、座禅教えてくれて、あ、そうなんですか、ね、じゃあ中国人の、はい、マンチェスターにいる中国人だったと、台湾系ですけどね、あ、そうなんだ、マンチェスター集まってる人も多いですよ、座禅一度指導したらアンコールがかかって、土曜日行ったんですよ、今度は瞑想の人が20人ぐらい集まってて、ね、そうしたら一緒にね、日中ぐらい座ったことあります。ああ、そうなんですか。今明日行くの、それは。ああ、そうですか。じゃあマンチェスターに。不思議ですね。マンチェスターで中国人にね、そうですね。本当にね、マンチェスターにいる中国人の方からも。国籍関係ないってことですか。そうですね。じゃあイギリスの方がいいっていうことですね。まあ、マンチェスター当時の人たちは非常にあったかいしね。ああ、そうですか。私が言葉不自由あるのに、それを超えて耳を大きくして真剣に聞いてくださるから、私も楽しいです。あ、そうですか。彼らも今までの、ね、人から聞いたことないよ、ゴータマブッダの原点から聞いてもらえるので、ね、そうですか、喜んでくれてるようで、まあ、それは面白いですね。日本人でも知らない人多いですからね。日本はもう畑が腐ってるからね、いい種まいてもダメなんです。どんなに種まいても腐ってる。座禅を持ってより、こっちは畑が新しいけどね、生命力があるからいい種まくと、悪い種も育ってますけどね、いい種もスッと砂に入れば、ね、日本人でも今朝のことなんて知らない人の方が多いですけれども、まあ、こちらの人は1割ぐらいでしょう。熱心で。それは弟子のある老師がね、佐々木老師にもらったおけさを持ってきて、この通りって、おけさと座禅セットでね、あの教えて、それ真似してるけど、弟子の老師は詳しいこと知らなかったのね、おけさにこの今朝学なんていうほどね、その色から何からね、詳しく学問的に、専門でやらなきゃいけない知識は、それ知らなかったもんで、中途半端な、正しい部分と知らなくて、白糸で縫ったりするようなことね、起こってる。ああ、そうですか。で、フランソワさんが、座禅が広まると同時におけさが一緒に広まるけど、間違ったおけさが大変ね、はい、知らないで間違って増えてるから、はい、この際、和尚さんも元気で自分らも元気なうちに、おけさの本当の正しいおけさの根本からね、教えてほしいってんで、今年、3年前から約束して。ああ、そして今年実現したという。彼女たちが私の寺に来て、今年は私が来て現場をね、実際やってるっていう。そういうことだったんですか。はい、面白いですね。面白い現象です、ね、これ本当に面白い現象ですね。そういうもんでしょうかね。日本ではもう ね、日本は祖先崇拝でね、慣れっこになるとどうしてもね、まあ、そういうもんなんですね。仏教の長い歴史の中の影響も染みてんですけどね、だけど今の坊さんたちがね、自分の人生というテーマで課題でどう生きるかって真剣に求めるよりも、やっぱり儀式だと思い込んでますからね。そうですね、お葬式とかね、そんなの、まあ、そういう部分に進んでしまってるんで ね、生活安定して大部分が、ね、中には財家から出てね、真剣に求めてる人もあるんですけど、少数ですね。日本ではその初心を忘れてしまっていると。で、佐々木講堂もどっちかというとお寺の坊さんよりはね、一般社会の中で真剣に苦しんで悩んでる人が座禅求めに来てますからね。ああ、なるほどね。私もお寺に生まれたわけじゃなくて、香川県の百姓の長男だったんだけどね、人生のどう生きるかで悩んでから、道元禅師の玄奘公案って書物にあって、それから本当の師を探したら佐々木講堂に、幸いに奇跡的に会えたんです。私が15歳でね、私が75歳の時に、そんな若い時にね、はい、それから死ぬまで10年ね、そばにずっといた。ああ、そうだったんですか。へ、だから私も座禅とお客さんのことしか知らないんです。あとの岩あたりのこと何にも知らない。ああ、そうなんですか。社会の資格も何する、バイクの免許証とね、総統市のね、住職、最低の住職資格の未登記をしてるんだけど、私の唯一持ってる資格です。これからはどうなさろうと思ってますか、思ってらっしゃいますか。まあ、ずっとやっぱり呼ばれたところは私の体力と頭が動く範囲で出ます。呼ばれないところはヨーロッパであろうが日本であろうが、ね、あ、そうですか。日本はこの頃呼ばれなくなったね。あ、そうですか。ヨーロッパの方が真剣で。あ、そうなんですか。面白いですね。で、呼ばれない時は自分のね、道場、人工案でね、あそこでやれるだけの修行して、あそこで死んで、意識は宇宙に行くだろうけど、体はもうあそこの土になればいいと思って。ああ、そうなんですか。いや、どうもいろいろとありがとうございました。これからも頑張ってくださいませ。ありがとうございます。